回はチャオ4月号を紹介していきたいと思います。イエーイ。チャオ4月号はこちらです。じゃじゃーん、かわいい。今回も超カラフルな表紙でとってもかわいいです。メインを飾るのは篠塚ひろむ先生のポンポコロボアット&スーです。真ん中の女の子が主人公のさくちゃんで、ピンクの子がアトちゃん、水色の子がスーちゃんみたいですね。2人ともちっちゃくてすごいかわいいです。そして今回の付録もすごい気になります。このホワイトボード&ミラー付き虹色スタンドペンケース、すごいかわいいです。なんとなんと、あ、マーカーも付いてるみたいです。すごい豪華ですね。他にも気になる内容がいっぱいあるので、みんなで一緒にチェックしましょう。まずはチャオ4月号の付録紹介からいきましょう。じゃじゃーん、虹色スタンドペンケースです。かわいい。色が綺麗でとってもかわいいです。もう新学期にはすごく嬉しいペンケースです。このペンケース開けると、じゃじゃん、この開けた部分がホワイトボードになってるんです。そしてもう一個の付録、マーカー&イレーサーで文字とかイラストを書くことができちゃいます。しっかりかけて上のイレーサーを使うとすごく綺麗に消えます。しかもペンケースだから、この内側の蓋がさらに開くようになってるんですよ。こっちがペンを入れるスペースで、こっちがなんとじゃじゃーん、ミラーになってるんです。いや、これは嬉しいですね。これなら学校でも髪型とかチェックできちゃうし、ペンだけじゃなくてコスメとかもいろいろ入れられることができます。しかもじゃじゃん、なんとシールもついてくるので、ペンケースを自分好みにカスタマイズできちゃいます。ペンケースの中にこの時間割のシールとかメモ用の付箋とかを貼れば絶対便利に使えちゃいますよね。どれにしようかな。トゥーデューリストあるんですね。すごい、かわいい。はい、できました。こんな感じです。じゃじゃーん、そしてなんとチャオ4月号ではホワイトボード活用術の記事も載ってます。この特集を参考にすれば付録のペンケースをバッチリ活用できちゃいます。新学期はクラス替えや席替え、新しいお友達ができるチャンスでもあるので、このペンケースを使ってチャオと一緒に楽しい新学期を迎えてね。私は去年中学1年生になったんですけど、その時期周りのクラスの子がもう全員、ほぼ全員知らなくて、でもお友達はやっぱ1人か2人は欲しいなと思って、ある女の子に勇気出して声をかけて友達を作ったっていう思い出があります。2年生になっても同じクラスがいいなってずっと思ってます。付録に続いて注目の漫画作品を紹介していきます。まずは何といっても今月号の表紙を飾ってくれた新連載、篠塚ひろむ先生の最新作ポンポコロボアット&スーです。ある日突然主人公のサクの家にやってきたアトとスー。なんと2人はサクのお姉ちゃんが作ったロボット。お姉ちゃんからの頼みでアトとスーの面倒を見ることになったサクだけど、常識を知らない2人のことをうまく教育できるのか。笑えるところがたっぷりの超ハッピーなコメディ作品となってます。アトちゃんとスーちゃんの常識外れな抜けている行動と、サクちゃんの鋭いツッコミがすごく面白いです。私は本当に朝が弱くて、もうなかなかもう二度寝とかすぐしちゃう子なんで、もう朝をきちんと起こしてくれて、全部朝の支度とかをやってくれるロボットが今すごく欲しいです。いや、でもよく寝坊もしちゃうんですよ。朝がすごい早い撮影だと本当に出る時間に起きたりとかしたことあるんで、いや、もうどこでもドアとかも使いたいから、やっぱ結論はドラえもんが欲しいっていう結論ですね。続いての注目漫画は大人気につきカムバック新連載、西村智子先生のリリア伝説の家政婦です。新連載最初のリリアのご主人様は
フォーリーフ学園に通う高校1年生のみかんちゃん。恩人のおじさまを探すためフォーリーフ学園に入学したみかんちゃんだが、手がかりはたった1枚の写真のみ。果たして2人はおじさまを見つけることができるのか。人気シリーズが新連載になって戻ってきました。主人公のリリアちゃんとみかんちゃんが一緒に協力している姿に勇気をもらえるお話です。フォーリーフ学園の生徒会長と副会長の2人が超イケメンなので、そちらも見どころの一つです。私は天才科学者の家で家政婦をして、その科学者の方とめちゃくちゃ仲良くなってからの、その科学者の方に超有能家政婦ロボットを作ってもらい、私の代わりにその家政婦ロボットが働いて私は楽をするっていう結果を残したいです。4月号では今回紹介した新作以外にも気になる連載作品がたくさん載ってます。みんなぜひチェックしてね。漫画作品に続いて、チャオ4月号の注目記事の紹介です。まずはなんといっても、私並木彩香が生まれた年に1回のビッグ企画、チャオガール2021オーディション大募集です。イエーイ、どんどんパフパフ。ついに今年も始まりました。昨年は加藤ココナちゃんがグランプリに輝きましたが、今年も新しいチャオガールを大募集しちゃいます。チャオが大好きで一緒にチャオ盛り上げたいと思っているそこのあなた、ぜひ4月号をチェックして応募してみてください。さらにチャオチャンネルでは3月5日から3日間連続でオーディションスペシャル動画を公開しちゃうので、こちらも合わせてチェックしてくれると嬉しいです。続いての注目記事は、チャオキャラ弁で春をエンジョイの特集です。チャオに登場するキャラクターの形をした超可愛いお弁当がたくさん特集されています。使っている食材や作り方も載っているので、早速明日からチャレンジできちゃいます。私は記事にも載っている猫はじめましたのニャオのお弁当が好きです。もうすごくめちゃめちゃ可愛くて、もうすごい食べるのもったいないんですけど、私は食べます。みんなはどのチャオキャラのお弁当が食べたいですか？ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。おすすめ記事3つ目は、なりきり二重プロジェクトの特集です。チャオガールのみゆちゃん、ももはちゃん、ココナちゃんの3人が今大人気の二重のなりきりに挑戦。ヘアメイクのポイントを丁寧に説明してくれています。3人ともめちゃめちゃ可愛くて、載っている写真も超オシャレなので、二重好きのチャオっ子は要チェックです。ちなみにももはちゃんはピアノがとっても上手で、チャオチャンネルではピアノを披露してくれている動画もアップされているので、ぜひチェックしてね。他にも4月号には注目記事がいっぱいあります。ぜひ合わせてチェックしてね。付録に新連載に記事に豪華の要素がいっぱいのチャオ4月号をゲットして、みんなでハッピーな新学期を迎えちゃいましょう。3月3日頃発売です。よろしくお願いします。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。チャオガールのあやかでした。バイチャオ。